水曜中華のラユンタンジャデバンですよの時間となりました時計のありは11時を回りまして5月の24日木曜日旧暦の内のあぐいみでは4月の4日となりましたねはいえー台風2号も発生したということがありまして まあ、デイゴの花が咲く頃はというようなことが、ね、フレーズがありますけども、まあ、そういう時期にはこう台風が多いかじ淵が多いということを、ね、よくお話をお年寄りの皆さん方がやりますけども最近私も、うん、確かにそうだなとデイゴがなんか目につくなという感じはいたしましたね、えー、そんなこんなで台風2号発生ということがありまして、ね、ここしばらくちょっと、えー、注意が必要ですね震度に対して皆さんお気をつけください、まあ、昨年ね、えー、あれだけ2日間も,もう大停電をするような、ね、そんな、えー、台風が接近 したっていうのも本当に1年前のことですけれどもああいう災害を私たちも忘れないようにですね、えー、本当にこう、台風対策をね、ね、え、暴、ー、風対策をしっかりとやっていただきたいなというふうに思いますさあ、ここで雨炭素もうもう本当にもう晴れそのものっていう感じなんですけども先ほど沖縄気象台11時発表の天気予報によりますと日中の最高気温28度ということでございましてね、まあ、紫外線も相当 もう強いんだろうなと思うねそれぐらいさんさんと照りが描くような感じがいたしますけどもね、えー、この後の天気は夕方から曇りということでございますのでねちょっと和らぐかなということを期待したいなと思いますしかしながら明日も、えー、晴れマーク1本の天気予報となっておりますのでねどうか女性の皆さん方はお肌に気をつけていただきたいという,うに思いますさあお送りしていきます「y ンタ t ンじゃ a d e v a n d e s y o m ゲストを迎えての1時間ということでお付き合いいただきたいと思い,思いますお相手は中洲根あるです「ゆたしく、ゆたしくおにぎりびら」 さあお送りしていきますすインター,チャーで,ですよ、えー、今日は何かこう、私は何かとちょっと緊張気味な感じがしますね、えー。素敵な女性がですね、今日はゲストにお二人おめでございまして、最近こう、あまりこう女性二人のゲストっていうのはなかったもんですから、ちょっと気になりますけどね、えー、本当に素敵な方、えー、今日ね、あのラジオ聴いてる方もいいと思いますけど、ぜひインターネットでユーストリームを見ていただきたいというふうに思いますね。えー、この方々、えー、自己紹介まずやっていただきましょうかね。お一人ずつ、どうぞ。 はじめまして、女さんから参りました、高橋よしこです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、高橋さん、ありがとうございます。えー、そして、もう一言。はいたいぐすうよ、ちゅうがなびら。かなんみかやいびん。あ、よたしく、にげさびら。<laughs> はた、い、し <laughs> かにげさびら。ちょっとなんか、あ、ちょっと汗。<laughs> <laughs> あ、な、え、そういう振りするんですね。<laughs> なんか、見た感じ、はいはい、そんな感じで、全然なかったんですけど。ああのうん。青森のじょうじに。あ。 え、えなんですかそういう経験があるんですかはい、そうなんです。2000年度の青森の上をやっております本当ですかはい。これはもうどれだけ飲めるかという女性違うなんね。比べ、違いますね。あ、そうですか。はい、もう空水になっておりますが。あ、そうですねって言おうとしましてちょっとびっくりしました。いや、失礼いたしました。はい、高橋よし子さん、そしてカラー美香さん、お互いが来ていただきました。今日はありがとうございます。はい、よろしくお願いします。 読谷までって言っても、近くですからね、おなすんですからね。はい、もう十分ぐらいで怒るんじゃないですか。あ、そうですね。はい。ちょっと迷いました、えー。<laughs> すみません。あ、そうなんですよ。ここね、あの読谷村センター地区に来られる時、ちょっと今、あの道路がね。 あの変わりましてね、ねはい、ぐるっとなんか回ってきたような感じ、そうですね。皆さんねご迷惑きてますけど、うん、素晴らしいですよねあ。ありがとうございます。うん、毎回、はい、毎回違って、<laughs> <laughs> まあまあ慣れてくると思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。はい、楽しみです。はい、さあ、えー、実はあの高橋よしこさん、そして、えー、カランミカさん、お二方今日来ていただきましたのはね、まあ特にあの私が好みでつれてきたわけではなくですね、実はあの私たち FM ターンでも PR をさせていただいておりますけど、ガイアシンフォニーというね、あの 地球交響曲という映画の上映を今回なされるということでその PR に今日は来ていただきましてですねいや、あのー、実はこのお話はあここ地元読谷のですね、まああのえー、ティーダ整体院の、ねえー、名前もろり出してますけど、はい、某整体院のね <laughs>、えー、ティーダ整体院の。 んちゃんがねあのー、これをやりたいんだっていうことでお話を伺いまして私たちも実はあの公演に入らせていただいておるわけなんですけどもその PR をちょっと1時間じゃやろうねっていうことであ,あマジですかっていうことで玄ちゃんが来るのかなと思ったら <laughs> 素敵な女性がおうたり来るもんですから朝からテンション上がりっぱなしですけど私は。<laughs> ええちょっと年はだいたい私ぐらいかなとまずが終わてていやそれでね今回この地球公共局っていうのは私自身もあのまだ本当にあの見ることはなかったんですけどもあのまずはどういう映画なのかっていうところから伺っていきたいなと思うんですけどはいどちらから、はい、あじゃあ私、はい、カランの方からカランの、はい、ラさんの方からお願いします、はいはい、お願いしえっとえー、ガイアシンフォニーっていう映画は、うん、あの 辰村仁さんという監督が、うん、あのこの方っていう決めた方をピックアップされて、はい、でドキュメンタリータッチで、うんえー、その方々の生活を通じ,あの通じて、えええー、いろんな、まあ、メッセージとか<ー>、はい、そういったものをこう発信するような映画なので、はい、ストーリーっていうものはないんですけれども、うん、あなるほどね見た後のこの爽快感っていうのがもう半端なく素晴らしいので。はい で私もこの「ガイシンフォニー」をいろいろ告知というか、うん、あの宣伝させていただく時にどうやったらこの魅力が伝わるのかなっていうのをいろいろ考えて昨日もちょっとお風呂に入りながら <laughs> 考えてきたんですけれどもやっぱり神の目線ちょうど昨日、はい、あのお風呂上がった後に、はい、あのに、えー、地球の渚宇宙の渚 っていう映画 NHK でされててましてでこう地球をこうあの宇宙ステーションから見たオーロラの姿とかそういうのが流れてましてまさにこの視点だなっていうのを思いましてあのこの,ちその映画の中でもこのガイアっていうこの地球そのものをこう 宇宙から見たそういう映像が何回か流れるんですけれどもあの私たちはこの地球の地球上に住んでまして、ええ、本当にこう見渡す視点っていうのがどうしても狭くなりがちじゃないですか沖縄の方っていうのはやっぱりあの水平線をずっと見渡す目線をお持ちなので、うんうん、ひょっとしたらこうやっぱり未来の遠くの方まで見るっていう。うん ことが多いかもしれないんですけれども都会で暮らしているともうパソコンにくぎづけとかもうこの手先の一点とかそういった本当にもう限られた範囲内しか見えない人間関係でもそうですよねどうしても煩わしい今日のごはんにしようかな細かいねちっちゃいことを悩みで悩みますよね。でもそれが神の目線 はい、ここ地球の外から見たような宇宙からこの全体を見て私たちのこの悩みなんて本当に微々たるものであったりとかあのこのね震災が起きたりとかするようなこの,あの大変な出来事も地球の歴史の中で言えばほんの些細なことなんだよっていうそういうようなことを感じさせるようなまあもちろん本当にあの人間っていうものを通して小さいことももちろん メッセージとしてはあるんですけれども、はい、その小さい感,感受性とこの神の目線がちょうどタイアップしたような、うん、うそういう映画だと思いますなるほど、はい、神の目線すっごい高いところ行きました、ね、<laughs> もうちょっとフォローができなくなってしまいますけどね神的な話になってくると、えー、高橋さんはどうお感じになられます、はいえー、うん。 今回これはシリーズになってまして1番から7番まで7種類出てるんですけども今回チョイスしたのは第4番と第7番っていう2種類なんですけども恩ソ村では第4番で那覇の方で第7番やるんですけどもそれぞれ大きなあのシリーズは全部同じ大きなテーマ「地球」っていうテーマがあるんですけど。 今回のテーマは第4番は「21世紀に生まれ育つ子どもたちのために」っていう大きなテーマがありまして4人の世界的に有名な方々が出てるんですけどもその人たちからあの子どもたちまた未来生きていく私たちにメッセージが込まれてまして第7番の方は「すべての生命が清く健やかに生き続けるために」っていう大きなテーマがありましてそれぞれ あのちょうど今のね震災後の早い、ね、タイミングに合ってるかなと思って選んだんですけどもど、ね、ぜひ今見てほしいなと思っています、はい。はい。これそのもんあの高橋さん、はい、この地球公共局というこのガイアシンフォニーにこの出会ったきっかけっていうのはどういうはいもう最初知ったの十数年前なんですけどもそうなんですか。はい。中学生ぐらいの時。そうですね。<laughs> <laughs> それぐらいですかねその時に友達がもう実行委員をやってましてこれは自主,映画自主上映映画なので労働省では上がらない映画となってますであのみんなのコミュニティで広がっていくって映画なので誰かが上映委員をやらないと見れないんですけども友達がその上映委員をやってまして呼ばれたのでお訳がわけか,からないまま行って。 もう感銘を受けましてそれからそれからですね、ファンになりましたはあ、なるほどあ、じゃあじゃあ、この、えー、カランさんもどうですかこの映画に出会ったきっかけみたいなのあ、そうですね、うん、あの、私、えー、っと、えーっ,とえー、っと、きっかけは、うん、最初、えー、っと、モルジブっていうはいあの聞いたことがあるはい。 食べたことはないけどインド洋に浮かぶ首飾りのような島がありましてそこに行ったことがきっかけでつながりを持った大学の先生がいらっしゃってその先生もモルジブを研究されてたっていうこともあってその先生が沖縄もやっぱり南の島がお好きな方だったんで沖縄に えー、ゼミの,先生,あの生徒たちを連れていくような、はい、そういったあのゼミをお持ちだったので私もこの沖縄に連れてきてもらって、うん、まあそれが沖縄に来るきっかけにはなったんですけれどもその,あの先生が「この映画素晴らしいからぜひ一緒に見ませんか」っていうことで<ー>もうゼミの生徒たちみんな、うんはい、まとめて、えー、京都の聖母大学っていう。 西部女子大学っってていうところで、はい、見させてもらったんですけれども、うん、本当にその時3番見たのが初めてだったんですけれどもその時にもう本当にに私がもう言ってほしいこと、うん、もう感じてたことがもうま,まとめられてるような映画<ー>もうまだ取り留めもなく、うん、あの何か地球のために何かしたいなとか私たちどう,ど,うしてどうやって生きていけばどうしてこの、ねうん、地球に生まれてきたのかとかそういうことをやっぱり、うん あのー、まあ果たし前後 <laughs> の時にはいろいろ思い悩むじゃないですか。はい、ああそうですね。なぜそこでは <laughs> いやいやいや。まあいろいろねああ世の中いろいろ生きていくためには悩みも必要ですし、はい、ありますから,からね。はい。そういった時にこの映画に出会いまして<ー>もう本当に望んでることが全部詰まっている映画だったんですよね。<ー>はい。その時三番を初めてご覧になり星野道夫さんの。はい。 遺作だったんですけれどもど、ね、ちょうど監督がこの星野道夫さんに、うん、をクローズアップして撮ろうとしてた時に亡くなったとっいうことで星野さんにまつわる方を通じて,、うん、撮,って撮り進めていった映画なんですけれどもど、ね、その後に4番ですよね。 三四と、はい、やっぱ見るきっかけになったんですね。はい、はい、そうですね。もうもう大変ファンになりまして、はあ、もう一番から四番までは全部見ました。見ました。はい。そうです。これ七番まだじゃこれからまだ五六七と。そうですね。はい、まだまだ夢がありますね。そうですね。もっと悩まないといけない。<laughs> まあ悩まなくても見ていいですね別にわざわざ悩んでみる人は素直に見ていただきたいと思いますあのそうですあのはい。すみませんあのちょっとあのごめんなさいあの一度この人でお届けしてすいませんなんかちょっと長くなりそうな雰囲気で漂っておりましたのではい今の思いはそのまま温めていてくださいありがとうございますお送りしておりますゆんたんじデ出ンです今日はですねこの 26日、27日に、えー、開催されます、自主上映、えー、地球公共曲、えー、ガイアシンフォニーのご案内をさせていただいております。ぜひ皆さん、この後もですねいろいろとお話を伺っていきたいと思いますよろししくお願いいたします。はい はいお送りしておりますインターチャー出番ですよ CM 開けまして今日のゲストは、えー、オンナーナソンから来ていただいております、えー、ガイアシンフォニー、えー、自己委員の高橋よしこさんそしてから美香さんお高田来ていただいておりますまたよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しいしますはい、えー、まあ先ほどちょっと話入る前にあの言いかけってたのがありますねはい、はい、な何をまた<あ>またここでくだらないこととかじゃないですよね <laughs> 大丈夫ですね構造的にはいよろしくお願いしますはい、はい <laughs> くだ<え>らないことだったと思いますね。いえいえ <laughs> そこ引っ張りますか。すみません。<laughs> いせんはいあのー、ね、はい、なんかこう映画を見るという話を、はいうね、しておりましたけど、はいあのー、最初見たのは、うん、あのー、まあ二十歳前後だったんですけれども、えーはい、あのー、もう何回見てもいい映画だと思います。うん、同じえー、例えばほら一番から七番まであるっておっしゃってましたよね。はい、えー、それを例えば 同じ4番を何度見てもっていうことう、ね、もう感じることがその時その時によって入ってくるメッセージがたくさんあるので感じ取るまたアンテナが変わっているのですごくやっぱりあの今はもう私たち母親になっているので母親の目線で見てしまうんですよね。なるほど あの実はですね、まあ、この番組でも何度かお話ししましたけど実は私、先月あのカンタ・ティモールっていうあの東ティモールの独立の模様をですねドキュメンタリーで作られた映画がありましてそれをです、ね、自主上映をこういう,こうミタンソンでやったんですけども、うんはい、まさにあの映画がそうだったんですよ、うん、最初見た時のショック2回目見たときにその思考のもう回転力っていうか、うん、もう3回、4回、5回とこう見ていくたんびにメッセージが違ってくるんですよね。 そういうものを考えると確かこういうドキュメンタリー的なものっていうのは、うん、やっぱそういうものあるかもしれませんね、そ,ねその時々の自分の気持ちで投影されますよね、投影されメッセージが変わってくるんですよね。うん、ね本とかでも捨てられないじゃないですか、うん、一回読んだからって,言ってね,ううね、うん、やっぱりあのその時にの状況において感じるものがやっぱり変わってくる。うん いやでも先ほどねあの高橋さんがご説明いただいておりましたけれども今回は4番と7番をあの紹介していただくということでえ4番の方が実はえ皆さん5月26日土曜日の恩納村のユーなホールの方で開催されるということで,で7番の方うがえ27日日曜日はこれは那覇市のティルルの方でそちらのホールでですねえ行うということで日本別々のものをえ行うということなんですけれども。 まあこの皆さんが行う4番、恩納村でね、はいえー、これは21世紀に生まれ育つ子供たちのためにというタイトルがあるわけなんですけども、はい、まさにこれからのお私たちの子供たちのためにぜひ見ていただきたいという子供たちにも見ていただきたいんだけどそれを育てる親に見ていただきたいというのもあるねそうですね。うん ちょっと私の方から4番の詳しい説明させていただいてもよろしいでしょうか。お願いいたします、はいぜひ。はい、女王からよろしくお願いします。<laughs> えっと、四番の方は4名の方が出ていらっしゃるんですけれども。うん、えっ、ー、と、えーえー、その中のお一人、ジェームスラブロック、うん、生物物理学者の方でいらっしゃるんですけれども。<ー>えっと、最初にこのガイア理論っていうのを導き出した方で。えー、あ、そうなんですか。はい、<ー>で、その。うん、この外野シンフォニーという映画にすべてに通じている。うんうん、あの、一つの生き物。 地球が一つの生き物という捉え方をされているんですよね。地球が生き物。そうなんですよ。はい。えっとですから私たちも動物も、魚も、植物も、草や花やそういったものも全てその母なるこの地球に抱かれた一つの生き物っていうそういうもう全体的なものを見通した。 そういういい考え方方をされている方で<ー>、はい、どうしてそういうふうなあの考え方に至ったのかっていうことをいろいろこうメッセージとしてな,、はい、なんだけれども、まあ、もちろん全体として生きるっていうことも必要なんだけれども、うん、でも一人一人がしっかりとやっぱり自分の進むべき道っていうかそういったあの個人としてのやっぱり 自立と言いますかねそういったものも大切だということでメッセージとしては「子として生きよ」というメッセージを残していらっしゃるんですけれどもそれが生きなきゃいけないという依存するとかなあなあで生きるとかいうようなことではなくて自分たちはどのように生きていけばいいのかということを見つめ直してほしいというメッセージを残していらっしゃるのでジェームス・ラブロックさんですね。で2人目の方がジェリー・ロペスさん。 この方はサーファーでいらっしゃるんですけれどもサーファーーサフィンされる方は結構この方ご存知で有有名名ですね今回もちょっとそういう仕事でつながりのあるミッションビッチさんっていう。 ところに持って行きましたらもう知ってる、知ってるっていうことで買います、買いますっていう感じでもう10枚預かっていただいて来ていただく予定にはなってるんですけれども本当にあのこの方もやっぱりもちろん自然との調和というかやっぱり波をうまく乗りこなすっていうのは自分の思いだけではできない。 かといってやっぱりこのそうですね自然の力にまた押されてしまうとこう命の危険もあるようなそういうようなところをこのうまく調和を取りながらこぎ続けるっていうなるほど立ち止まらずこぎ続けようっていうねメッセージですへえすげえ深いまだ見てないんですけど海よりも深いみたいなそうなんですよなんか今回はジェリー・ロペスさんなんですけどあとなんかあの 第7番はツール・ド・フランスの覇者のグレップ・レモンさんっていうのも出てるんですけども皆さんあの登山家とかアスリートとかああいうのはあのやらない方から見たらなんでそこまでするんかなという気持ちがあるんですけど確かにそこに山があるから登るんだって言いますけど嘘でしょってわざわざ行って登るんじゃないみたいな思ったりするけど。 違う自然との調和っていうところにあるんだ、この、ごめんなさい、私、ちょっと峠芸をやるんですけれども、はいその時に、すごいこう、特にろくろ、電動ろくで回すときに、すごい力が強いんですよね、電動ろくろの回し、回転が。 足での加減がね難しいですよね,すね回転するね、うん、それと自分の力の調和がうまく取れた時に素晴らしい作品がやっぱり形がちゃんと取れたものができる、うん、おっしゃる通りですね、うん、確かにその通り、うん、まああのいわゆるうまあ他力と自力という言葉がありますけど、うん、自分が持っているパワーとやっぱり、うんうん 抱かれるその相手から、ね、伝えられてくるパワーとのその調和っていうものが何事にとっても必要なんですよ、ね、そう,です,よ、うん、そうですよ、自分だけの思いだけを通してもうまくいかないことっていうのはたくさんあるじゃないですか、そういうものがもうまさにこのサーフィンを通,あの通じて、うん、伝えられるよう,なそう,い,うい。すべてに通じてる。 じゃ、続いて、続いていいでしょうか。はい。三人目はジェーングドールさんという方で、えっと、野生のチンパンジーを研究されてる方なんですけども。はい。で、この方はまた、この方も素晴らしいんですけど、お母様が素晴らしいんですよ。この。この方のお母様。はい。ジェーングドールさんという方を育てられたお母さんが素晴らしくて。はい。お家の中に、ある時、何かこう虫を持って入られたんですって。はい。水、あ、水。水。水を。はい。 普通だったらお母さんだったらあ何持ってきてるのって言ってのははさ今まさにそん実際 <laughs>、実際息子があの4歳ぐらいの時に、うん、あのポケットの中にいっぱいカタツムリを。<わ> <laughs> てそのまま洗濯しちゃったことありますからその時に普通怒るじゃないですかなんでこんなことするのっていうふうにでもそれをミミズさんはねってあの土の中でしか生きていけないんだからねって言って土の中に返してあげましょうねっていうそういう優しい目線をお持ちのお母さんで一回もお母さんに怒られたことがないらしいんですよその方は。ないいるほど素晴らしですよそれがもう この方がもう溢れる愛に満ちてる方でジェーン・グドールさんの、えー、メッセージが「希望愛」「総合理解」っていうことなんですけどもねまさに本当にこうすくすくと育って。 子供を育てたら、こういう子供になるのかなっていう。なるほどね。もう私たち毎回見るたびにね。反省、反省、反省する。反省生かしてます。生かせません。生かせません。何回も。ですから、それで何回見るわけだ。そうそう、その都度至るところで反省をしながらね。ええ、まあ、こう、ちゃんとね、こう生かせてるところも終わりだと思いますけれども。ああ、でも、そういう今のお話ね、ありましたけども、希望、愛想、ご理解。 まさにこう人として生きる一つのその、うん、なんていうのかなそのインシャルみたいなものをこの映画から教えてくれるわけなんですね。うんうん、そうですね。<ー>はい。まあ特にこの野生チンパンチンっていうのがどうしてもこうあの密漁によって数が減ってるそうなんですよね。なるほど、ね、でそのかねこのジェーンさんはやっぱりその活動をね、はいうん、あの 密漁者から、守るっていうことをされてるんですけれどもうどうしてもこうお金に変えたいっていうエゴが人間ってあるじゃないですかでも、そのエゴを通してしまったらすべての生態系がバランスが壊れてしまってかえってあの私たちの,もの生活をも脅かすということになりかねないですのでもうそういう観点から見てもとても面白いところだと思いますね。確か4名いいらっしゃいましゃまたねは よろししいでょうか最後、飾るクライマックスは、はい我らのちょっとしバ挟みたくないけど、パート2、パート1、パート2でいきましたね、まずパート1、い我らの、もう我の沖縄を代表する版画家の中墨寧さんですよね。墨寧さん、墨寧さんが映画に出てるわけですかそうなんですよ、この読谷村在住の。さっきまでお話いただいていたのは、ジェームス・ラブロックとか、ジェリー・ロペス。 ジェンクドルって名前からすると、はい、日本人ではないですね。はい、世界的に活躍されてる方々ですよね。<laughs> その中の一人が中博年さん。そうなんです。この前ニビチ映画祭に来てもらってます。超ローカルなところからそんなグローバルなところまで彼はそ。はい、そうなんですよね。 この方が、この映画に第4番のほうにご出演なさるていうでも、この世界的なこの方々に肩を並べるぐらい素晴らしい方ということです。ということです、肩が多かったんですけれども、いや、僕ねえさんも素晴らしいんですよ、特にこの多分、この4名の中で多分、この4番が一番素晴らしいんじゃないでしょうかね、私の見る中では。 じゃあ、はい、その思いをですね、はい、一旦 CM を挟みまして、はい、お二人に、はい、ここだけは時間を取りたいようでございますので一旦コマーシャル挟みまして、はい、あのお話を伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしたいと思います、はい、おいます、はいえー、送りしておりますゆんたんちゃんでまんですよ今日のゲストは、えー、今回のガイアシンフォニーのね実施上映ということで PR に来ていただいておりますそれでは一旦コマーシャルです お送りしておりますインターンじゃではんですよ、えー、今日のゲストは女さんから来ていただいておりますガイアシンフォニーの実行委員であります高橋よしこさんそしてからみかさんお二方来ていただいておりますいやー素敵なお話を伺っておりますけれどもさらにじゃあファーアップして先ほどお話伺っておりますその地球恒久曲ガイアシンフォニーの第四番の、えー、ご出演の皆さん方の話の中で、えー、ジェームスラブロックさん今年で生きよというメッセージが そして、ジェリー・ロペスさん、ね、こ、はい、ぎ続けようという、なんか、ちょことかちょこい真剣に読んでるのに、まあまあ、どこまで言ジェリー・ロペスさんね、こぎ続けようというメッセージがあり、はい、そして、えー、ジェン・クドル、うん、希望、愛、相互理解と。 そしてもう一方4人目の方がこの映画の中でご紹介されているということで、はい、中僕蓮さん、はい、我らが内、ね、うちな版画家、はい、もうこの方もすごいですけどどういうふうに描かれてるんですかこのの映画の中ではあもう本当に沖縄っていうそのものっていう形で。うん もう中牧莉園さんがうちなんちゅうっていう,もううちなんちゅうのチーム心であったりもうあの生活とか習慣っていうものを代表されてあの伝えていらっしゃるようなそういうフィルムに映像になってますねこれ世界的な人たちのね先ほどおっしゃってましたけど本当に肩を並べるぐらいなメッセージ力がここ沖縄にあるっていうことですよね。 私、あの神戸出身なんですけれども、もう本当に沖縄に来て、もうカルチャーショックを受けて、なんてこんな素晴らしい場所がまだ残ってるんだっていうことで、最初に、もう20年前に初めて沖縄を訪れた時に思いましたね。あの私実は、えー 15年14年ほど前ですかね、黒島という八重山諸島の小さな島に、ハート型の牛が多いという,うね、うんはい、黒島に1年間、臨時の教員をして暮らしていることが。 ありましてあ学校の先生だったんですかあそうなんですいろいろやってますいろいろ悩んでる二十歳からの方かなと思ったら先生をされてるんですねはなるほどで福島の方にじゃ赴任されててそうなんですよね一年間めちゃくちゃ自然だったでしょすごかったですねもうディープな生活でもうこの生活をするともう本当沖縄から離れられなくなりましてねなるほどもう沖縄病ってわかります沖縄病はい そうういのがあるんですか沖縄病かります俺は沖縄病かかったことはないインフルエンザにもかかったことないですからねもうあのナイちゃんにはもう有名なんですけど沖縄の魅力に取りつかれた人は沖縄病にかかってもうその沖縄に住まずにはいられなくなるような病気なんですけれどもねなるほど高橋さんも神戸の出身って言ってましたけどじゃあ沖縄病でかかってこっちに しんで。へえ、なるほど。じゃああの僕年さんの話、いいですかいいですか。すいません。その時にそのあの島のやっぱり生活っていうものを体験した時にものすごいユイマールがもう素晴らしいもう島のそうですねもう島の祭りもうあの本年祭とかでまた隣の入リオにもよく友人がいましたものでよく通ってましてもう本年祭の綱作りからや 七、ね、祭りであったりとかハーリーであったりとか、うん、もういろんなやっぱり祭りをと、うん、通じて、うん、通してあの島の人たちの結束っていうものが強くなって、はい、そしてそういうものがまた大切にされてる、うん、語り継がれているその文化っていうものに本当に感動しましたよ私は。うん、でも沖縄に本当にずっと居続けたい住み続けたいっていう思いを思って。 思ったんですけれども、はいはい、そういうものがすごい凝縮された映画になってますね。<laughs> あ,<と>あの、あ<と>僕姉さんは伊是名島出身でいらっしゃいます。けれども、その伊是名島の魅力っていうものが追い込み量であったり。とか、ね、やっぱり法年祭であったりとか、うん、あの島のオーバーに。 もう三振を聞かせてあげたりとか、でまたそれが勝ち足になってみんなが集まってきてね、音楽を聴くとね、あの神明であったりとか、先祖を大切にする心であったりとか、そういったものを私たちあの内地に住んでる住んでいた人間はもう忘れて、もう伝承が途絶えてしまってるんですよね。そっかでもねあの日本国内どこでもやっぱり島国なわけですから、基本的にはね大会にこう 囲まれているところなので大陸ではないわけですから、はい、そういう伝統文化っていうのは絶対にあったはずなんだけど、はい、まあ都市化、それから過疎化っていうものがね両極端になりながらそういう文化が減っていってるっていうのはなくしてしまって初めて気づくっていうか心のよりどころをなくしてしまったような心のふるさとがないっていうような感じになってしまってで沖縄に来た時にああ私のひょっとしたら第二のふるさとになるかもしれない<ー>そういう思いを、うん。はい 感じましてでもう本当に沖縄大好きっていうふうになってしまってまた震災にあのね会いましてで沖縄に来たいっていう気持ちはずっとあったんですけれどもそれ神戸のそうですね神戸の阪神大震災高橋さんと同じく同じ神戸で会ってるんですけれどもその時にやっぱり自分の夢大切なもの何かやりたいことっていうのを 今やらなければいつやるんだいつかやりたいっていうのではなくて今やろう、うん、できることから何かやらなければならないっていうことをこの「ガヤシンフォニー」っていう映画を通じてまたメッセージをもらってそして私は沖縄に,にカバン1個できたんです。 本当に病気だ <laughs> <laughs> こんな本当ですかそういう、はい、まあご自身の思いもこの映画に重ねながら、はい、やはり僕ク、えー、さんのその伊是名でのこの島としてのまた、あのー、共同生活的な、はいえー、みんなと一緒にこう暮らすこのゆいまわる的なものっていうものが、ね、自然界の中では当たり前になっているもの、はい、それを私たち沖縄の方にはまあ もちろん私たち沖縄でも尺度がえ変われば失っているところも多々あるかもしれませんけれども全体的に見るとまだまだ沖縄というところのが残っているんだとん、ね。と 特にこの読みタンソンっていうね、このあの方々っていうのはとても伝統文化を重んじられる土地柄でいらっしゃいますので、そういった方々にもぜひ足を運んでいただいて見ていただきたいっていう思います。まいいね、勉強になりました。でも本当にね、あの読みターンのみならずラジオ機の皆さん方ね、あのぜひこういうね、あの素敵な映画があるということでございます。今のね大体の話を伺いながらでも本当にこうイメージできるような映画だと思いますけれども、この ねえさんの中メッセージ、さっきほら、あったじゃないですか、一人ずつメッセージが。はい。さんはなんていう。あ、えっと、それは高橋さんの方から、じゃ、お願いします。花を取りましたね。高橋さん。お願いします。はい。はい。すなわち、はい。え、じゃ。幸せは減りません。っていう一言なんですけど。幸せは減らない。ということは、そもそも、私たちは幸せを持っている。んだそうですよね。 そして人に分け与えても減っていかないってことですよね。ああ、なるほど。あ、はい、なんかでわかるような気がする。幸せを求めるものじゃないの。そうですね。自分自身に持っていて。はい、逆にそれは分けるんだ。はい。なるほどね。それも沖縄の発想だと思うんですよね。私は。あ、そうか,から。なんか沖縄の方って、自分の。うん、自分たちのすごい良さって、気づきにくいと思うんですけど。うんうん、あの、県外の私たちから見たら。 いっぱいいっぱいまだまだいいところがあってすごいなと思ってるんでぜひこの映画を見てまた確認してほしいと思いますね。ねあねとっても思いますよ。あの私たちはよく言われるんですよね。やっぱり自分たちの足元あまり知らないんですよね。あの本当の方々がさっき沖縄病っていう話されてましたけどまさにこう沖縄に来られてすごいやっぱり癒されてっていう言葉を作ったり、うんえー、そういう中で。えー 自分たちのの居場所っってていいいいうものを沖縄に作ってる方々すすごい多いじゃないですかやっぱりこうある意味こう移住者という言葉になってたりするところもあるんですけども、うん、ここ読谷村も人口が4万人を超えまして、うん、もう年間に500名ほど人口が増えていってるわけですよね、うん、そういうことを見ますと本土から来られている方々もすごい多くて、うん、もう私たちの石峰村長もよくこうラジオでも 出ますけどもその中でもたまにコメントアウトしますがあの村長はあの損害保障しますっていう損害保険となんか絡かめてね、違うね、<laughs> ユニたん損害の方々をちゃんと守りますよっていうのね、うんいえー、そういうね <laughs>、まあ、あのお茶だけでこう言ったりするわけなので、うんうん、でもそういう思いをね、うん、やっぱり。 あの行政もそのものも持ってるし、うん、やっぱり地域の人たちも本当にこう受け入れるん。 うん、一頃ですね読谷村というところはこう23アザあるんですけどもそのアザがそれぞれ独立したやっぱり文化を持ってるもんですからなかなかそこに、えー、外から来た方々が入れないっていうのがねすごいあったんですよ読谷に読みに行くのは大変だとかね、うん、ありましたけど今はねもう本当にもにそんなのは全くなくて、うん、えだからこれから開かれた読谷村新しい100年を作るべきじゃないかということで、うん、まあえふが3年前に創世100周年を記念して作り上げたというねなるほどえ勝手にこっつけたんですけどね。<laughs> まあ、そういうい意味で、まあ、ぜひね、あのー、女村で開催されるこの地球交響曲なんですけれども、うんはい、ぜひね足を運んで見に行っていただきたいということで、その中には、今気づきました、パンフレットのちょっと片隅に、えー、この中木年ねんさんのところに、撮影地、うんはい、伊是名島、はい、沖縄県読谷村って入ってたじゃないですか。は<ー>はい、読谷で撮影されてるんですね、一部。は,はいは 嬉しいですね、これぜひ見ていただきたいって思いますね、そういう意味では今回、この4番が女村の方で開催されるということで5月26日、これはお時間が、会場が12時30分で開演は時午後1時で15時30分から監督と僕年さんの対談も行われますので監督も来られるんですか。はい 先した。お名前はなん？監督の名前はた辰村辰さんです辰さん辰さん、来ますかはい、呼びましたはい、引っ張りました何ちゅう恐ろしい方々なんですか本当ですかこれだけの方をお呼びになるってすごいですね、でもでそこでほっとけですね僕年さんと対談はい、怖いもの知らずですじゃあ今回はこの映画を見るだけではなくてはい。その監督さんの思いっていうのも本当にストレートに聞けるわけですかそうなんですよ なんと最後の対談の後に質問コーナーというものも設けておりまして来ていただいた方々に質問がもし終わりの方はお話ができる質問していただけるということもありますのでっと噂によりますと高橋さんが僕クさんに質問したいというう人的も個人的にすごい大好きだとそういうアクションプランもあってこれは本当に。 ぜひとも、僕ね、ファンにものみならずですけれども、この映画を知っていただく意味でも、きかを作りますねさらに、終了後、パンフレットか CD とか、販売があるんですけど、そちらの方お買い上げいただくと、お二人、どちらかサイン会もあるので、サインもいただけちゃうという、本当ですか、盛りだくさんです、盛りだくさんなで、もう来ていただいた方しか、これは。確かにはい このおそらくねあの今ラジオを聴きの皆さんがネットをご覧の皆さん方もそうだと思うんですけど知らない人にとって地球公共曲とかいう言葉であったり外野シンフォニーっていう言葉は本当にこう分かんないものだと思うんですよ何なのかでそれをね今一生懸命伝えようっていうことでお二人がお話をしてるわけなんですけどもまずはですね本当にこう騙されたっていう言い方おかしいけれどもね <laughs> まずはね見てください もう今のあなたに必要な映像がおそらく受け止められるのではないかなと思います。私たちもあの東ティモンの,この独立のねドキュメンタリーをやるときになかなか伝えきれないですよ。あの知らないことドキュメンタリーっていうのはそもそもそういうものなのでね、はいはい、それを伝えるっていうのはでも今この瞬間ラジオを聴いてる人ネットを今ご覧になって、えー、この26日の土曜日そして27日の日曜日に間に合う方 あなたに与えられた時間だと僕は思います。はい、そうですよね。本当にそういう人じゃない限りはねキャッチできないですよね。うん、そ,うねそうですよね。必然的にあの出会えるものだと思いますから、はい。またこのラジオを聞いていただいている方、うんはい、もう本当にこれでつながったっていうご縁ですからね。多分そうだと思いますよね。はい。ぜひともあのーはい、この5月26、27に、えー、外資府に見ていただきたいというふうに思います。この後何かプレゼントもあるということでございますので、はい、CM を開けて。 プレゼントの紹介をお願いしたいと思います一旦コマーシャルお届けします、はい さあお送りし今日は「えー、ガイアシンフォニー地球公共局の、えー、自主上映そのお知らせで、えー、今日はオナソンの方から高橋よし子さんそしてら美香さん来ていただいております。エンディングとなりましてまだまだお話し足りないような感じがいたすわけなんですけれども、はい、ただちょっとふと気づきましたら。<laughs> 先ほど私ご案内しましまた第4番は5月26日土曜日オンナソンゆうなホールで開催されると、はい、第7番のほうが5月27日日曜日那覇市のティルルホールの方で開催されるということなんですけども、えー、ほぼ4番の PR だけではあってるんですけど <laughs> 実はあの、はい、この7番の、ね、那覇の PR もやらないといけないんですよね。あのはい、多分げんちゃん怒ってます、はい 実はそうですね<え>あと2人実行委員がいまして源、はい、さんと那覇の方の幸江さん,い江さんという方、はい、4人でやってるんですけど源、はあ、さんと幸江さんはえ7番の担当なんですね。はい分けたらそうなんですけ,けどけ、はい、今日は託されてきたんですけど、はい。<laughs> すっかり忘れて4番 PR で一生懸命になって。さんんんすすまませせねということで7番少しじゃあということでいいかと思いますけど7番は私と源さんをつなぐきっかけにもなったんですけども7番私は何年か2年ぐらい前に見たんですけどその時ちょうど私も悩んでまして悩んでる人が見る映画ではないんですけどたまたまちょっとぜんを。 子供と私もぜ息を持ってまして、うん、えと薬を飲む、えー、薬を飲むけどちょっと副作用が出て良<ー>くならないと、うん、でそれをずっと子供も飲み続けるのはどうなのかなと、うん、親としてはちょっと不安になってまして、ね、なんか他に治療方法はないかなって思ってる時に、うん、この7番を見て、はい、7番には3名の方が出てるんですけども、えー、その一人でアンドリュー・ワイルさんっていう。 統合医療医学,学博士という難しい感じのお医者さんが統合医療何かというともう本当に日本ではやっぱり主に西洋の薬を使った治療とか手術とかが多いと思うんですけどもともと,もとある漢方とかあと薬草とかも使ったりいろんな方法を使った統合医療っていうのをあの自然治癒力を引き出すような。 えっとやってるんですけどもその人の自然治癒力っていうのを見て、はい、そうだよでもともと人間って自分で治す力があるのに特に沖縄だったらすごくわかると思うんですけど、うん、食べ物とかぬち薬で治療する方法もあるんだなっていうのをすごく感じまして、うんうん、でそれを見た時に。 元さんとこがデータ整体院っていう整体をやってらっしゃるんですけども、心側と体と両方からアプローチして直すというそうなんですよねちょっと変わった手整体院で僕もそれ聞いてびっくりしましたよ面白いですよねでなんか似て似てるなと思ってなるほど怪しいなと思いながら行ったんですけどはいどんなもんか見てやろうみたいな感じですいませんはいでも行かれてちょっと行ってみようかなと思って行ったらすごく良くてあのすごい感 どうしました、中、やっぱり心が前を向いてないと、体も歪んだまま。っていう感じですね。で、体の歪みが、体に出てくるっていう、うまく言います。さすがですね、ティーダ整体院、古元中学校入り口にあります、皆さん。ぜひ、行ってください。はい、そこで、今、あのティーダ整体院の。行きま山と知り合って。で、彼、彼も関西人だったんですけど。 あの関西人にしてはすごく柔らかい物腰で、うん、そうですか、うん、こうですねっていう感じで教えていたやっていただいて,てうん、うん、じゃあもっと前向きにならないと体もこうどんどん曲がっていくのでっていうのの話をしていてあ、ね、今、ああ自主上映の映画をしようと思ってるんですって言ったら、うんうん、ほんまなんって <laughs> のえ何番みたいなもしかしてガイアシンフォニーみたいな感じで突然こう興奮しだしてなんと彼も。 に今回これを上映する予定そもそも4番、7番って別々にやろうとしてたものがくっついちゃったわけだ、今回の企画は。もう偶然的に結びついて、こういう運びになりました。それで7番の源ちゃんと俺がつながってたということで今日日お会いできたということでありがとうございますありがとうございます。 今ラジオを聞いている皆さん方ともね大きく繋がったと思いますからね。はい。そしてその7番がはい5月20日内容は今まだいらっしゃるんですよね。アルワイルさんとあと高野高子さんっていうはいあの日本人なんですねあそうですねはい日本人の冒険家の方女性の方では珍しいんですけど冒険家の方ではいカヌーでくらったりとかあと 北極圏ですね、うん、なんかつい最近も沖縄,沖縄に来られてたんですが沖もすごく縁のある方で、はいえー、知ってる方はいらっしゃると思います彼女とあとグレッグ・レモンさん、はい、さっきもちらっと出たんですけど、うん、ツール・ド・フランスの覇者の、うん、あ方なんですけどもこの方は1回、ぴャンプピオんになって、うん、その後三散弾銃で撃たれるというなんかすごい事件があって。えー <laughs> 事故なんですけど<ー>事故でもう再起不能って言われたんですけど、うん、復活して、えー、さらにまたチャンピオンに返り咲いたということなんですけどなんかどこか人間ってこういう限界命死ぬか死なないかの境目の時に何か見つけることがあると思うんですけどそういうことが、はい、ここから見れることができますのでその7番がすべての命が記憶。 はいえー、健やかに生き続けるためにという,う全ての命がなんですよね。いずれににしてもも番7番、ね、<laughs> あの本当にもう その四番七番に限らずその全作品が七番まであるということでございまして一番からね本当に語り尽くせないぐらいの思いなんですけどもね本当に七番取ってつけたような感じの説明になってしって7番もちゃんと対談ももちろん同じようにサイン会もありますのでぜひそうですかぜひ足を運びくださいありがたい話でございますさてお二人から今日はリスナープレゼントがございましてチケットが私の手元の方に おりますありがとうございます本当によろしいんですかはい、はい、は<ぁ>たくさんの方に見て,ていただきたいですので <laughs> はい。複数じゃないですかもしかするとお願、はいしますありがとうございます,いますじゃあこれは、えー、これはあれですか四番、七番とそれぞれあるわけですねはい。はいじゃあこれは ペアの方がいいですね。はい、はいはいえー。4番、7番、それぞれペア一組、えー、ご用意いただいておりますので、ラジオ機の皆さん方、ぜひあのメール、それから電話でも結構ですので、えー、実はあのお時間がね、なかなかないので、えー、こちら f タンターマまで取りに来ていただける方、限定とさせていただきますので、ご了承ください、えー。合言葉はガイアシンフォニー。はいはい、よろしく <laughs> 言わなくてもいいんですけどね。というわけでございまして、えー、今日はですね、 えこのガイアシンフォニー沖縄上映委員会の皆さん方でえ高橋よしこさん、加蘭美香さんお渡り来ていただいております。本当に一時間という短い時間でありましたけれども、あの地球公共鳴曲という映画のご案内をですねえしていただきました。本当にえありがとうございます。もうもう少し時間があればねゆっくりお話もできなかったんですけども、でもまずはあのネットとかでもねあの調べてもらえると、う。ん えー、最後、いいですか、5月、あさって、あさって5月26日土曜日、ナソ村ゆうなホールにおきまして、はい 1>, えー、1時から開演,開演になります、はいえー、5月27日、日曜日、はいえー、那覇市のティルルで、はい、こちらも1時開演となりますので、はい、よろしくお願いします。収益はす、い、べて東日本大震災の、はい 現金となりますんではい、よろしくお願いしますそして大事なのは、えー、入場前より金は1800円ということでございまして、はい、お急ぎください、はい、当日2300円 <laughs> 詳しくは、えー、またネット、えー、それからエフェンターまでお問い合わせいただければと思いますまた事故委員会の方にもね、えー、ティーダー生態院の方にもお問い合わせいただければと思いますよろしくお願いいたします、はい、さあそれではまた明日この時間にお見舞いかかりましょうさよならありがとうございました 「よみたらずはてんど m よみたらずはてんど m よみたらずてんど